市に新ホールを作る予定があります。でこの新ホールを作るということで、まあ、この辺り一帯をですね、まあ、この辺ね、この辺り一帯をまあ整備していこうということで、じゃあね、この新ホールも近いしね、ここに駅を設けたらいいんじゃないかということで、そういう案がね浮上してきました。向こうにはキハ47ですね。そこにね駐車場があるんですけども、その駐車場のところを壊してですね、新駅を作るということなんですね。ようこそ徳島へ。さあ、それではね、徳島駅をね出ました。車社会なんですよ。 600m 近いんだから歩こうよというね、これどれぐらいのね時間がかかるのかというのをね、実際に歩いてね検証していきたいと思います。皆さんこんにちは、長方形です。はい、普段はね四国は愛媛県からお送りしてますチャンネル長方形ですが、今日はね愛媛ではなくてね、後ろにね見えてます、そうです、ここはね愛媛ではなくて、徳島県の今ね、JR の徳島駅の前に来ています。チャンネル長方形ではね、これまで例えば、JR 松山駅の連続立体交差事業やね、あとは、ね、四国新幹線の話題とかやってきたんですが、今日はね愛媛県の話題ではなくて、はい、こちらこのね徳島の話題についてやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。どうぞ。ようこそ徳島へというね、看板が掲げられていまして、後ろにはねこうシルエットで阿波踊りを踊られている方の、ね、シルエットが、ね、書かれています。横もそうですね。この徳島というのはね、まあ、阿波踊りで有名なところでして、本当いろんなところにね阿波踊りの看板があったりとかね、モニュメントがあったりとかします。今日はねそんなね徳島についての話題なんですけども、徳島の新駅についてのね内容をやっていきたいと思います。新駅というのがですね、実はの麦線にね新駅を作ろうというね構想がありまして、ですね、ここはですね徳島駅ですね。徳島駅、これ麦線なんですけども、ここにね市役所と書いたところがあると思います。見えますかね、ここ、この部分にね駅を作ってしまうという、そういうね計画があるんですよ。でね、なんでねそんなね新しい駅を作るのかということなんですけども、見てください、ここにね市役所があってですね、ここなんかこう潰されてますよね。これここにね建物が建ってたんですけども、ここにね新しい新ホールを作る予定があります。でこの新ホールを作るということで、まあ、この辺り一帯をですね、まあ、この辺ね、この辺り一帯をまあ整備していこうということで、じゃあねこの新ホールも近いしね、ここに駅を設けたらいいんじゃないかということで、そういう案がね浮上してきました。ただしですね、住民の方々の中にはこの駅ね、ここにできる駅不要と言ってる方がね結構いらっしゃるようです。でその理由なんですけども、見てください、このね徳島駅からね、大体は600メートルぐらいなんですよね。600メートルぐらいしか離れてないので、まあ近いじゃないかな、近いんだからここを通って歩いていけよと。でしかもついでにね、ここにホールができてね、ここからね歩いて行ってくれるんであれば、ここにある商店とかもねこうね発展しするしね、あのお客さんもこう歩いてくれるのでね、だからですね、ここに駅だか作ったらね、ここは活性化しないんじゃないかっていうね、おそらくそういうことだと思うんですけども、それでね反対運動が起きています。でね、これはね、まあ徳島の事情なんですけども、やっぱりね徳島ってね車社会なんですよ。まあこれはね長方形もね松山に住んでるのでよくわかります。まあ、電車に乗るんじゃなくてやっぱ車が便利なので車を使います。ですので、まあ、車でね、その市役所まで行かれる方も結構いらっしゃるんです。でそこにね駐車場があるんですけども、その駐車場のところを壊してですね新駅を作るということなんですね。だからね駐車できねえじゃないかということなんです。ですから反対運動を起こしたりとか、まあその県知事ねリコール運動とかやっているようです。でチャンネル長方形ではね、どこについて見ていくかということなんですが、その新しい、ね、駅を作る作らないとかで、まあ、どっちを、ね、応援するというわけではないんですけども、単純にね、そのね600メートル近いんだから歩こうよという、ね、ことについてですね、ちょっとそこをね実際にね600メートルがねどれほどのものなのかっていうのをね体験していきたいと思います。つまりどういうことなのかというと、この、ね、徳島駅の前からですね、こういうふうにこの道に沿ってこう歩いていってですね、この新しい新駅を作るというこの場所、新駅の計画があるこの場所にまでね、一体これどれぐらいのね時間がかかるのかというのをね、実際に歩いてね検証していきたいと思います。はい、それでは徳島駅にやってきました。この徳島からですね、この下の阿波富田というところがあるんですが、そのね徳島と阿波富田のちょうど真ん中あたり、まあ、どちらかというとちょっと徳島寄りだと思うんですけども、のところに新駅をね作るというね、計画です。それではね時計がね10時49分ですので、これがね10時50分になったらね歩き始めたいと思います。
はい、行きましょう。さあ、それではね、徳島駅をね、出ました。ずっとね、こっちの方に進んでいけばいいはずです。一応ね、長方形はね、そんなね、足はね、速くないんですけども、まあ、普通、うん、あの、身長が高くないんで、ね、そんな速くないです。普通かな、うん、普通より遅いかな、うん、多分ね、東京のサラリーマンよりかは遅いと思います、歩くのがね。その状態で一体何分ぐらいかかるのかということです。もうね、夜の10時50分ですので、この辺りもあまり人がいません。ここをね、ずっとまっすぐ行けばホールというか、その市役所のところにね、行けるはずです。いや、しかしすごいな、機動車大国っていうけど本当にすごいな。ベリベリ言ってるよ、ベリベリ。すごいな、徳島って本当。向こうにはキハ47ですね。ドアの位置でキハ47ですね、あれは。後ろもキハ47か、そしたらこっち側もね。なんかこの後ろの雰囲気がね、なんかやばいな、煙にね、なんかこうモクモクモクって言って、なんかね、なんか国鉄感がなんか出てます。なんかこんなん久しぶりに見ましたね。なんかまあ私国鉄の世代じゃないんですけどね。全さあ、そろそろ近づいてきましたね、おそらく。まあちょっとね、もう夜なんでね、だいぶ暗いんですけど、まあそれでもこの iPhone がね、かなり明るく映し出してくれてるはずです。あ、ここアンダーパスがあるんですね、ここ。あ、市役所の看板があります。市役所の看板見てください。市役所の看板こっちですね。さあ行きましょう。あ、こんな感じになってるんですね、ここ。iPhone めっちゃ明るいな、これすごい、ね、あ、多分この辺りですね。もう少しだと思います。それで渡りましょうか。おお、来庁舎専用駐車場ってありますね。ここか。麦瀬はすぐそこです。そこのところに、ここにあるね、このスペースが新駅になるかもしれないというね、スペースですね。時計を見てみましょう。今ですね、見えますか、11時3分ですね。大体13分ぐらいかかったってことですね。まあちょっと実際にね、若干ちょっと道忘れ間違えそうになったところがあったんで、なんか怖いな、音が。なんだ、うわ、看板がこうびっくりしたな。こうなのでですね、実際は10分ぐらいあれば行けるんじゃないかと思います。
で、ここに今駐車場があるじゃないですか。これですね。この駐車場のところに、ここに新駅を作るんですね。で、ここに来る、に来庁する用の、ね、駐車場を、ね、潰してね、駅を作るということはね、あの車で来る方にとっては結構不便になるということではあります。徳島県の、ね、ホームページに写真が掲載されています。ちなみに長方形がいる場所はね、画面でいうところの上側のね、横断歩道のあたりにあります。ですので実際にプラットフォームができる場所はもう少し徳島駅寄りになるということです。ただまあ駐車場のところはね、まあ、駅前広場予定と書かれてますので、この辺り整備されるみたいです。なので、ここにね、車を止めてた方が、止められない、だから市役所に行きにくいということなんですね。でね、これについては一応ね、徳島県のホームページに回答が書いてありました。徳島市役所東側の駐車場は撤去されるのでしょうか、というふうにね、質問が来てるみたいなんですけども、回答としては徳島市が市役所北側に災害対策本部室や電源設備を備えた防災棟と公用車を高所に置くための立体駐車場を整備する予定です。あ、なるほどね、立体駐車場を作るということですね。で、この立体駐車場には市役所来庁舎のための駐車スペースも確保されるようになりますということです。ですので、まあ、あの今の駐車場は確かになくなってしまうんですけども、新たにね、まあ、立体駐車場を作るということで、そっちの方に止められますよというふうに、ね、なっているようです。まあ、ただね、あの今までね、この同じ場所にね、 今ある駐車場のところにね、まあ、ずっと使ってた方がいらっしゃると思いますので、まあ、そこでね、やっぱり新しいね、こう立体の駐車場になって、ちょっとね、それでこう利便性が変わるというね、まあ、そういうことはもしかしたらあるかもしれません。はい、ということでね、実際に歩いてみたんですけども、別にね、長方形はね、苦になることはなかったです。まあ、寒いしね、っていうのもあるかもしれませんが、600メートルぐらいの距離ですので、別に大したことは なかったです。で、ここの駐車場自体もね、よくよく見ると結構なね、台数が止められるようになってますので、まあ、確かにね、来庁される方はですね、ここにあの、ね、車がすぐ止められてね、市役所の方に行けるというのはね、便利だと思います。これはもうね、ごもっともだと思います。長方形もですね、やっぱり松山に住んでるので、ね、車文化っていうのも本当わかります。もう例えばね、スーパーに行くのはもちろん車だし、コンビニに行くのも車ね、いろんなとこ、もうどこでも、ね、車なんですよね。なのでね、ここにね、車で来られてですね、それで、ね、市役所の方に行かれるっていうのはもう本当にね、それはもうね、徳島の方にとっては当たり前、どっちかというと列車を、ね、利用しない方の方が、まあ、多いっていうのもね、それは頷けます。ただですね、今はいいかもしれないということです。つまりですね、今車に乗れるって自分で運転できたり、運転してくれる人がいるから行くことができるかもしれないけども、将来的にね、例えば、まあ、ご高齢になってね、運転できなくなったりすることもあると思います。その場合に公共交通機関として、駅ができるというのはね、これはまたね、一つ方法ではあると思いますし、今後のことを考えるという意味では駅を作った方がいいというね、ことももしかしたらあるかもしれません。その新しい新ホールを作るということでもあるんですけども、やっぱりね、そのホールへの利便性が高いというのはコンサートを呼びやすい要因の一つにもそれになると思います。で、やっぱホールってね、建設してもね、どうしてもね、使われなかったりすることも結構あるんです。長方形もね、舞台昔やってましたので、もうあのホールがですね、全然使われてなかったりすることがあるというのも本当知ってるんですよ。ですので、利用しやすくするためのホールとして駅を作るというのは、これはまたね、いいかもしれません。そしてここなんですけど、ここって確か阿波踊りのね、会場になってますよね。ですから、そこに駅があることによって、ね、ここ阿波踊りの会場からすぐに、ね、電車に乗ることもできると思います。列車ね、列車乗ることもできると思います。機動車大国でした、すいませんでした。まあ、そういう時にね、街中を通って帰ってほしいとかっていう意見もあるかもしれませんけども、まあ、あって損はないなっていうこともあるかもしれません。ちょっとね、気になることがあるんですけども、このね、徳島駅がこの場所でして、新しくね、ホールができる場所っていうのが、ここですね。この辺りに新しくホールができます。そして市役所がこの位置にありますね。でね、実際にね、私がね、この徳島駅にもし降り立ったとして、ホールでね、なんかホールでイベントがあるからこう行くっていうことになった場合なんですけども、多分ね、今回通ったこの一番最短のルートをね、通っていくような感じがするんですよ。最短のルートですね。で、なんでかっていうと、ちょっと見ていただくとですね、
徳島駅を徳島側から見てみると、徳島駅はこれですね。で、ホールができる場所がだいたいこの辺り、この辺りですけども、ここ見てください。この間ね、結構ね、道が入り組んでるんですよね。で、唯一ここの部分は徳島の駅前からこう斜めにね、こう出てますよね。ただ大きい道出たら今度こっち側に行ってしまうという、そしてこっちに行くととかですね、あとはここを通ってこの辺からこうホールの方に向かうというね、まあそういうことはね、考えてもいいと思うんですけども、ただまあ観光なんていうかホールでイベントがあるときですので、多分ね、Google マップでやると思うんですよ。そしたらね、最短距離ということで、ここピピピピピってここ出てきてですね、あのホールに行くお客さんは全部こっちを通って行っちゃうんじゃないかとね、長方形は思いました。またそこはですね、実際に使われるのは、あの徳島の皆さんですので、それはね、私がとやかく言うことではないと思いました。はい、それではね、本日の動画はいかがだったでしょうか。今日はね、愛媛の話題ではなくて、徳島のね、新駅についてのね、問題を取り上げてみました。チャンネル長方形は引き続き四国の鉄道に関する話題、乗り物、旅行に関する話題やっております。そしてね、毎週土曜日の夜22時45分からライブ配信もやっていますので、よろしければご参加ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。